ほら、今、頭んせっ飛ばしよったい。なんでかって言うとったい。今か、慶徳先生が山賀さん来らすとったい。おっちゃん来た。慶徳先生と甘酒屋おっちゃん玄前で待ち合わせしとっけんたい。ちょっと早めに行ってか待っとっとこったい。あー、ちゃんの来た。そうこうしよったらたい。2000枚に羽に生えたおっさんのタットラスじゃなかね。もうほら、うったまがってか、ワンワンやって惚れちくれた。先生、ばっちゃんです。わーた、ほら、洒落た服が着とんな。先生、ほら、テレビで見たことあんばってん。ほら、ほんま見っとえすかー。お、先生。歩くパワースポットは、マリオさんマジ殺した、マリオさんマジホ。慶徳先生のわざわざ山賀さん来てやらすっていうことだ。オルガー、近寄ってごらんばーに。先生、山賀新喜劇メンバーに、同じ髪型でごめんねって言われて、ちょっとこんねーって言ってか、声かけたった。そう、ピカピカの服なんか初めち見たけんね。そぎゅんたい。あー、たまがったろ、これが歩くパワースポットバイバーに。ちょっと来てみらんね。見て、マリオさん、マリオさん先生が格好ば。ほら、アギャンまぶしか人は初めて見た。ありがとうございます。わいさーし。ちょっと、行ってもよかですか。ちょっと、おっちゃん、なんで紐ば渡した。ばあちゃん、ばあちゃん、ばあちゃん。先生、おばどけ連れて行くつもり。あ、先生とお散歩。同じ髪型で。母ちゃん、髪型が同じだけって。おっちゃん、初対面だけんね。あ、顔見てみる。トラックが来た、トラックが。母ちゃん、トラックはいいけん、オルガ紐がもったいねはよ。ほら、どこさん連れて行かんか分からんつけ。感じはダメ。あららら、あらららあららら。はよ、交代交代。なんかほう、紐が持たんねんよ。バニバニ嫌なんだな、嫌なんだな、私は。先生、お座りして、お座り。バニお座り。お座り。うん、お座り。お座り。大体、金ピカの洋服に羽生えた人なんか、普通歩きおらんでしょうが。適当に言う。ほら、ギャン格好した人は初めて見たもんだけん。じーっとナルトに時間のかかったいね。兄、よかったね。なんか、大丈夫な人のごた。同じ髪、同じ髪。そりゃんです。オルガだって先生の髪ば真似したんだもん。バニー言わんねほ。かわいかね。あ、待って、ちょっとあ、毛並みはばあちゃんの方が柔らかいね。そうですか。先生の方が硬かですか。うん、俺の方が硬かね。あ、なあ、ほら、こけくる前に髪は解かれたけんた。よかった。最後に玉代さんの暮らしたもん。ちょうど9時。セーフ。あ、ほう。はい、山賀の新喜劇って言われとったですよ、今。玉代姉さん。玉代姉さん。あ、これ、マリオさん。マリオさん。はい。甘酒屋のおっちゃん。もうおっちゃん。はい。あ、ただおっちゃん。お世話になってる。はい。このメンバー出て山賀の新喜劇って言われとった。そうです。バーニー含め。マジですか。座長でよ。あ、先生、みんなで集まったんですか。いやいや、集まるっていうか個別に集まったのは初めてです。今日は先生が来なはっけん、おうか声かけたった。先生の来なはるけんって言ってから、はい、ウェッキー、タバル坂ウェッキー、ウェッキー温泉たばる坂ウェッキー。母ちゃんせからしか、そん CM 知っと人は熊本人以外おらんて思うよ。何もせんですよ、
ただあのあいちょっと待って なんで慶徳次郎カットバスロゴになったんですか。いやそれあの一番最初ですね、あの昔1年前にライオンカットバス用でしたんですよ、はいはい、ライオンカットバスと用でしたらまあそぎゃになってしもて、みんなかほあの慶徳次郎じゃなかねって言われてそぎゃんそぎゃん、おがかみは母ちゃんが気がすもんだけど、慶徳次郎カットしました今回、どぎゃん髪型に伝さすの。いやもうライオンカットバス用でして失敗して慶徳次郎カットになった失敗は成功のもとたいね。興奮しそうですね。やっぱその金ピカバ見てからもうその金ピカと羽は初めちですけど、こんなこと最初は何事かって思ったよ。調子良かった時生えてくる、うん、この間週刊山崎くんでも生えてきたですもんね。だけん週刊山崎くんも熊本の人しかわからんのたいって。あ先生は後ろかみっとギャンナット先生羽美しかねー。もう母ちゃんの慶徳先生と菊池くんには目が中もんだけんたい。ずーっと先生がうっさすとたい。おらうっちょいてか先生町並みに入る。うわー来た、うわー来た、ありがとうございます先生のありがとうございますのギャグば知っと人もなかなかおらんけん。こっちのワンちゃんは、こっちのワンちゃんはさあジーニーって言います。兄ちゃんほらジーニーって言います。あやつが兄です。はい、昨日塩で重たってすよ慶徳次郎カットに。ちょうど母ちゃんの忙しゅうして慶徳次郎カットには並んで済んだです。そうこうしよったら向かいの千代の園の社長まで凝らしたもん。ちょっと YouTube されてるんで、はい、あ、そうか、千代の園の社長でございます。本田社長でございます。いらっしゃいませ。お世話になっております。このね、千代の園の千代の園の社長さんです。え、山形ズブズブでございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。なんか知らんばって先生のオルガ歌ばうとちみろかって言うてか歌い出さしたもん。さん、はい、の天気デッキとおやり話。あ、それほら、あんま興味なかったけん、あ、よそ見とった。やり話。俺が作った歌はノリよかろう、先生。さん、はい。雨の降っちゃった。あ、それ雨の降っちゃった。はい、よいしょ。あ、それオルガ歌の原型のあ、よいしょ。いや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 、いや、あのおがち似とですね。よく言われるんですよ。ねえねえ、待てやん、おがちの方が可愛いですマジで。もう玉屋さんの暴走してかオルガ骨盤うっちょいてか二つでやたら話し始めらした。髪の毛の色がして最後に、はい、スタンプーのバッチャンネル見てね、登録もお願いしますって言うて、慶徳次郎キーホルダー、あなたにも大開運だ、来るかもして、お兄キーホルダーはやって帰らした。先生しかピントなっとらんこれに超あっとらんこの先生のキーホルダーば持っとっと、なんか運のようなってった。今日は慶徳先生と山岩新喜劇のコラボ撮影でした。うわ似合う。待って、いっちゃんためならだったろ。いつもんこでごめんね。ならこんでご無礼します。最高。またね。
動画これ。ありがとうございます。ありがとうございます。浜谷さんはしゃぎすぎ。いいよば。ありがとうございます。もう一人浮かれとるもんのおった。おめでとうございます。母ちゃん浮かれすぎてやめなっせ。ありがとうございます。